皆さん、こんにちは。株式会社ジールコミュニケーションズの梅内と申します。こちらの動画で3本目、最後の動画となります。SNS 炎上から組織を守るためのヒントというところで、今回3本目の動画では、社内体制の構築についてお話しさせていただきます。今回の動画のポイントでは、リスク対策を取り入れた社内体制を構築していく、こちらについてお話しさせていただきます。こちらが動画の内容です。まず、リスクの抑制についてお話しさせていただきます。続いて、情報の把握。最後に、有事対応の準備。以上の3点についてお話しさせていただきます。それでは早速、リスクの抑制についてお話しさせていただきます。社内体制構築の中のリスクの抑制についてですが、例えば、対象の範囲。新入社員、役員、全従業員だったり、アルバイト、SNS の担当者、そのようないろいろな、対象の範囲がございます。続いて管理情報、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube など、さまざまな SNS だったり、インターネットのプラットフォームがございます。これに対してリスク管理部門、危機管理部門、広報部門、マーケティング部門、等のですね、しっかりと SNS に関連する部門をですね、収集して、リスク管理ができる組織を作っていくというところが重要になっていきます。続いて抑制の中で、ルールの策定についてお話しさせていただきます。左側が社外向けのルール、右側が社内向けのルールとなります。左側、社外向けルールに関しては、ソーシャルメディアポリシーであったり、コミュニティガイドライン、こういった部分を策定することがおすすめです。右側、社内向けのルールでは、ソーシャルメディアガイドライン、各種 SNS のマニュアル、こういった社内向けのルールを策定することがおすすめです。取扱い情報と組織の体制に合わせたルールを作成して、文書化する。こういったことがリスクの抑制の中でのルール策定の中で必要なポイントとなってきます。続いて抑制のフェーズの中の研修だったり教育といった部分のお話になります。例えば SNS リスク研修の例を挙げていくと、SNS ガイドラインの運用について、あとはプライベートの SNS の利用について、公式の SNS のアカウントについての研修。あとは、2つ目の動画でお話しした炎上事例であったり、SNS トレンドの勉強会など、様々な研修の例があります。その研修の後にですね、理解度チェックをしっかりと行うことによって、その研修の内容が落とし込めているかというところが測れます。策定したルールを正しく浸透させるために研修教育を実施する必要があります。例えばテストを行うだけではなくて、研修を行うだけではなくて、こういったですね、教育の中でもしっかりと対象者を選定した上で、このような掛け算を行うことで、しっかりとした教育が浸透するといった流れになります。続いて情報の把握についてお話しさせていただきます。ウェブモニタリングについて解説させていただきます。例えば左側、リスクとなり得る情報についてまとめております。例えば自社への批判、クレーム、機密情報の漏洩だったり、あとは従業員による不適切な投稿、様々なリスクのなり得る情報があります。モニタリング方法としては、従業員が目視で監視を行う。あとはシステムで自社内で監視を行う。あとは専門業者に外注してしまう。様々なモニタリング手法があります。すべて一貫して言えることなんですが、インターネット、SNS 上をしっかりと監視をして、炎上リスクの早期発見を目指すことが重要となります。続いて、ウェブモニタリングのポイントについて解説させていただきます。こちら3つ注意が必要な点についてお話しさせていただきます。システム導入いただいている企業様だったり、様々なシステムをレンタルしている企業はあるんですけれども、その中で大きな欠点があります。例えば画像が検出できない。
あとはスラングでの検索がある。あとは検索を避けるようなですね、表記がある。例えば画像検索に関してはテキストで表示がされない。あとスラング検索に関しては、例にも記載がありますが、実際の意味と表示に一見意味の統制が取れないようなスラングのような言葉も発生します。あとは検索を避けるようなですね、表現、絵文字が書かれていたりだとか、略称されていたりだとか、そういったものが拾えないという可能性もあります。こういったですね、炎上のリスクの特性上を、システム上の苦手な領域をですね、目視で補うというような重要性は非常に高くなってくるので、システムを導入するのも構わないのですが、目視で見る部分とシステムで見ている部分、そういった部分の切り分けというところも重要になってきます。続いてポイントの2つ目です。モニタリングの結果。例えば、自社への批判やクレーム、機密情報などの情報漏洩、あとは従業員の不適切投稿。先ほどお話しした内容と同じです。これをですね、しっかりとリスク抑止のですね、組織体制、例えば組織作り、ルール策定、教育、こういった部分にフィードバックする必要があります。モニタリングで抽出した情報を組織の体制構築にしっかりとフィードバックすることが重要となります。こちらがリスクの対策の循環といえる部分になってきます。続いて有事対応の準備についてお話しさせていただきます。有事対応のフローの準備についてお話をするんですが、例えば左側、対応ガイドラインだったりフローを準備する。例えばなんですが、有事が発生したときにどう対処するのか、ルールだったりガイドライン化して対応フローを明確化しておくことがおすすめです。担当の割り振りであったり、リスクの評価基準、対応方法の決定、様々な決定事項がありますので、自社の想定リスクに合わせた整備が必要となってきます。もう一つ右側、メディア対応に関する知識の習得です。担当者様はですね、SNS だったり、炎上に関する知識の他にも、危機管理広報だったり、メディアの特性、そういった部分、幅広い知識が必要とされます。例えば、記者会見を行う上での注意点であったり、危機管理広報に関する基礎知識、こちらも様々な知識が必要になる場合があります。こちらも企業がさらされているリスクだったり、企業の特性、いろんな様々なですね、要素によって変わってきますので、一覧に合ったですね、知識習得をしていただければと思います。炎上してしまった場合のことをしっかりと想定して再現性のあるフローを作ることが重要となります。今回の、動画のポイントです。リスク対策を取り入れた社内体制を構築していく。しっかりとリスク対策をすることと社内体制の構築を紐付けてですね、リスク対策と体制構築を循環させていく。こちらの部分が大きなポイントとなりますので、ぜひ、皆さん、社内体制の構築に役立てていただければと思います。最後、終わりにですね、動画3本見ていただいた方のために、すべて内容をまとめさせていただきます。まず、1つ目、リスク対策の必要性については、SNS 炎上を正しく理解して、リスク対策の必要性を知っていただければと思います。2本目の動画、炎上対策の方法。炎上事例のですね、しっかりと収集、分析を行って、自社のリスク対策に活用する。三つ目、社内体制の構築に関しては、リスク対策で取り入れた社内体制を構築していく。こちら、一本目、二本目、三本目、すべて共通していることです。しっかりとこれを循環させることが、最大限のリスク対策につながりますので、ぜひ実施していただければと思います。最後のポイントです。いろいろお話しさせていただきましたが、すべてを一遍に行うことはなかなか難しいと思います。まずはできることから始めていただければ幸いです。今回のセミナーの内容をヒントにしていただいて、例えばまずチェックリストを作ってみる、現状を確認してみる、情報を収集してみるなど、できることは様々あると思います。ぜひですね、無理のない範囲でリスク対策を始めていただければと思います。情報収集についてお話をさせていただいたんですが、ぜひ弊社のセミナーにご参加いただければと思います。現在画面にセミナー情報のご案内を映しておりますが、様々なテーマでですね、リスク対策に関するセミナーを定期的に開催しています。いろいろな情報提供させていただいておりますので、ぜひ参考にご参加いただければと思います。
セミナーの参加に関しましては、インターネットでジールコミュニケーションズと検索していただいて、弊社ホームページからセミナー情報欄からですね、お申し込みできますので、ぜひご参加いただければと思います。それでは、3本目の動画は以上となります。それでは皆さんありがとうございました。